Bedroom Radio Club。 皆さんこんばんは。こんばんは。今夜も始まりました、マイナーサードのおしゃべりが苦手な僕でもボリューム22。ピースピース。このベッドルームレディオクラブとは、次世代を担うアーティストたちがパーソナリティを務める YouTube ラジオコンテンツです。マイナーサードを知っている方も知らない方も楽しんでいただける、そんな時間にしたいなと思っております。はい、ぜひ最後までお楽しみください。自己紹介します。ギターボーカルの長島みのりと、はい、ベースの高台と、ジョーカーがかわいい人アスカでお送りします。ということで今回の企画発表していきたいと思います。今回の企画はバンドメンバー同士で Uber Eats 送り合いしてみたー。イエーイ。飯だ。ということで今回の企画はですね、マイナーサードのメンバーこの3人が、それぞれ Uber Eats という外のご飯をお家に送れるアプリですかね、を使ってお互いに3人で送り合いをしてみます。何が送られてくるのかとかも全然決まってないし、食べれるのかもわからないしマジで怖いね。怖いんですけどやってみたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ギターボーカル長島みのりです。私が田中長飛鳥さんに送った Uber Eats はこちら、サイゼリヤさんの柔らか青豆のオンサラダ、こちらを頼みました。そして辛味チキン。なぜこれちらを頼んだかというとですね、私が本当にグリーンピースがこの世で一番嫌いだからです。そしてまあそれだけだとちょっとかわいそうかなということで辛味チキンも入れてあげました。こんなウーバーイーツを頼みました。ちゃんと美味しく食べてください。お腹すきました。はい、開封したらこんな感じです。じゃあ中身を見ていきましょう。じゃあ開けます。グリーンピースとベーコンと卵。はい、なんか謎のチキンラインナップがなんか女子、こんな感じでした。いただきます。どうも、マイナーサードのドラマ長飛鳥です。今回の企画はメンバー同士で Uber Eats 送り合ってみたということで、私はベースの高台くんに送りたいと思います。昨日高台くんは確かラーメン二郎に行っていたということで、本日もラーメン二郎を Uber Eats で頼みたいと思います。私が選んだのは、豚ラーメン榊旧卓二郎って書いてあります。こちらを頼んでいきたいと思います。はい、ベースの高台です。 Uber Eats 送り合ってみたということで、アスカから送られてきましたラーメンジロですね。これは多分内容がまあジロの極太麺、野菜のトッピング、これ豚と油とニンニク。出勤前なんですけど、どうしてくれる、あの人。茹でていきたいと思います。はい、今から調理していきます。まあ、といってもね、麺を茹でるのと、あと容器がレンジでチンできるそうなので、そちらを電子レンジでチンしていきます。はい、スープと具材の方を温めていきたいと思います。はい、はい、スタート。湯もね、沸騰してきたということで麺をね、ぶち込んでいきたいと思います。はい、3分経ちました。うん、大丈夫だ。はい、ベースの高台です。メンバー同士でね、Uber Eatsを送り合ってみたということで、私からのりにご飯を送っていきたいと思います。注文するものが決まりました。まあ、うちのバンドはね、俺以外女性ということなので、あの、綺麗になってもらわなきゃ困るんで、あの、丁寧な食事をね、いただいてもらいたいと思います。どんなね、反応するか楽しみですね。それではどうぞ。はい、長島みのりです。おはようございます。さっき起きましたが、こちら高台くんから Uber Eats が届きました。国産胸鶏、鶏胸&ブロッコリーだそうです。私ブロッコリーはあの嫌いじゃなくて好きな食べ物なので、
よかったです。しかもトッピングにアボカドを乗せてくれてます。優しい、イエーイ。はい、こちら中身開けてみました。こんなものが入っておりました。一つ一つ紹介すると、こちら国産の鶏の胸肉とブロッコリー、ソース、ご飯がちょっぴり、アボカドもついてます。寒い中配達してくれた配達員さん、ありがとうございます。食べていきます。いただいていこうと思います。いただきます。おいしい。まあとりあえずこのまま全食完食するまで食べていきたいと思います。健康志向ぶち壊しじゃねって感じだけど、マヨネーズをかけます。どりゃ。はい、すべて完食いたしました。ごちそうさまでした。してくれてもよくない。マイナーサードのおしゃべりが苦手な僕でも、マイナーサードのおしゃべりが苦手な僕でも、ボリューム22をお送りしてきました。そろそろお別れの時間でございます。マイナーサードのおしゃべりが苦手な僕でもでは、番組へのメッセージをお待ちしております。感想、質問、やってほしい企画など、全部お悩み相談もお待ちしております。ベッドルームレディオクラブ、もしくはマイナーサードのツイッターに DM でお送りください。そして YouTube のチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、お知らせが今回ございます。10月21日水曜日ということで、明日レディーテディという企画イベントです。下北沢デイジーバーさんにて有観客プラス配信ライブを行います。詳細は概要欄の方に書いてありますので、チェックをよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。今回のエンディングは9月21日に公開したミュージックビデオ、もう何もかも暗がりを流したいと思います。バイバイ、また来週。